おはよう。お疲れ様です。どうも、パチンコ生活15日目。パルパルです。昨日、えー、昨日ね、パチンコで6万円負けそうになりました。ですが、エヴァンゲリオンで何とか取り返して、1万1000円負けです。 セーフ実質価値みたいなもんですよ。はい。で、ホテルも連泊しました。1万4000円。高い。もう本当お金がどんどん飛んでいくわ。パチンコでどう稼いでも、ホテル代でパッパパッパ消えるから、金が追いつけません。実質価値です。あのね、 パチンコで6万も負けててそれから5万を取り返すって勝ちみたいなもんだから申し訳ないけどでしょ勝ちでしょそんなの6万負けると5万ねも1万負けると全然違うから話がはいまあでもそんな話はどうでもいいです 今日もね、あの、ちょっと用事がありまして、あの、放送をちょっとね、早めに切り上げようかなと思ってます、皆さん。炎上ニュースする前に。だから、えー、ちょっと配信早めに終わったらすいません。ただ、あの、パチンコ配信はやる予定なんで、まあ、ちょっとね、あのー、12時半ぐらいに終わるかもしれない。ちょっと早いから。 1> で1時過ぎぐらいにパチンコ配信やるんで、ええー、ちょっと申し訳ないけど、今日早めに切り上げようかなって思ってます。っていうことで、手抜きじゃないですよ。ええー、やります。じゃあ、ちょっと時間がないんでね、やっていきます。おはようございますふわっちニュースキャスターの、おもりです この放送枠は、昨日起き,起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見ていってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。 古い古いという連投コメントやめてください。古いです。昨日起きて、起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントを打つ方がいます。それはありがたいです。間違った情報に正しい情報。間違っていたら指摘してください。これは、みんなで作っていく放送枠なので。では、やっていきます。ふわっち、大炎上。 ニュースですおざいまーすどうもー、お疲れ様ですー。じゃあ、まずね、やっていきたいと思うんですが、えー、まず、社会的なニュースから。まあ、あのー、みんながね、気になるニュース、俺が気になるニュースがいっぱいあったんで、それをちょっと取り上げていきたいと思います。まず、ふわち大炎上ニュースにはニュース入る前に。まず、一つ目が、これです。 これは、えー、配信者、リスナー、込み込みで怒りを覚えるニュースとなっています。これ許せねえよなんとですね、総理大臣が、えー、こんなことを考えています。社会的ニュースなんでね。もう、日本、 持ってます日韓現代さんから2021年度に1兆円程度の税収増を目指す岸田首相が与党幹部に常習の具体策を検討するよう指示すると報じられた、はい、約1年前自民党の総選挙、えー え討論会で消費税は10年程度上げることは考えていないということを言い切ったのは岸田首相えネットでは怒りの声が続出と言ってますもうダメだね日本はええー、もう中途半端なやつしかいないわ首相ね首相じゃないです 上がるのいや、支持したから上がるんだよ、きっと、早いうちに。2027年あたりにね、もう増税されて、消費税も10%、え、今何 %?8% だよね。10%になるんで、きっと。どんどん上がってて、消費税とか税収のね、100%になります。ぐんぐん上がっていってます。今、10か。 じゃあ次は20%になるんじゃないねえ、一気に飛んで。俺らの税金をなんだと思ってんだ、こいつはこれはね、国民の叫びを俺は代弁して言いたい俺らの税金なんだと思ってんだそうだろう。リスナー まあそういうことでとりあえず岸田首相がえー1兆円程度のね増収増を考えている模様です。これは本当に現代のね日本人は深く考えなきゃいけないことだと思って,思ってるんで皆さん深く考えてください。 はい、じゃあ次いきます税金を上げるとかさやっぱさ国民的に考えるともう勘弁してくださいだよ本当に上げて上げてどうするんだよ本末って言うとこれもう敵なんじゃないかなと思っちゃう俺は本当にあのね俺らの税金がさ社会福祉にね ちゃんと有効活用されてるんだったらいいよ。ね、でもさ、使用不明な何兆円というね、ものを出しているくせに、何に使ったかも隠してるくせに、ぜね、税金を上げるなんて、そんなの、どういう理論で、どういう論理でやろうとしてるのか、もう無責任すぎるよ。うん。 舐めてんじゃないよ、ほんと国民を。まあ、でも選んだのは、我々国民だからね、自民党を変えたいです。俺がもしね、政治家になって党を立ち上げるとしたら、こう公約するよ。税金ゼロってね。うん。すべての滞納、すべて帳消し。税金も全部ゼロ。 俺はそれででやっていくよ山本太郎考えです日本破滅いいよ別に日本破滅したってその時俺らが生きてればいいじゃんね未来のことはわか,からないんだよね100年ぐらいは持つ,も持つと思うけど。 ということで、えー、社会的岸田総理の増税を支持したという、えー、ニュースが、えー、流れたということです。じゃあ次いきます。次が、あの有名な芸能人が久しぶりにテレビ出演。しかし、とんでもない姿となって帰ってきました。まあ、帰ってきたというか、出演したんですけど、もう俺見てちょっと涙が出そうになった。はい、これ見たらちょっとびっくりするんじゃない 中井くんがテレビ、あの、休止中のね、中井くんが休養中の、激汗せです。本当に、えってなると思うけど、中井くんが、11日、十一時十一日十一日の放送のフジテレビ、中山さひろのプロ野球珍プレイ、コープレイ対象に VTR 出演したんで。 で結構あのもう痩せてるというか、うん、これは、まあ、が癌っていうふうに言われてないけど癌っていう風に言われてるんだよねその癌っていう公式には出てないけどみんな癌って言うんだよこれ癌なのでもね俺の母親も癌でさでこの俺,俺の体型って母親の遺伝なんだよ 母親デブなんだよで久しぶりにね面会しに行ったわけねがんの,の病院の時に服部病院っていう病院に行ったんだよそしたら太ってた母親がガリガリになってただからやっぱねがんって本当に急激に痩せるんだよこれええー、辛いと思うけどね ハットリ病院でお前。ハットリ病院じゃないよい院しろよ。兵庫県にあるね、神戸電鉄のね、はっと病院でお前。あの、新八ちょくんの三木氏から近い。はい。いやーでも俺ね、遺伝あると思うよ。母親ね、舌頭感と大腸がん、ん大腸がん 患ってるんだよで、ガんって遺伝するじゃん。だから俺もいつかガンになりそう。うん、絶対ではないと思うけど、ちょっと怖いよね。不規則な生活もしてるし。今俺は大丈夫だと思うよ。うん。ただ、肉がつきすぎて気持ち悪いって言われる。ど俺。どう太った どうなんだろうね。あ,あ、そう太った。まあ、ちょっと健康に使って野菜ジュース、今日初めて飲んだ。多分今年初飲んだかもしれんな。野菜を取った、今年初。うん。まずい。すごく。<laughs> ってことです。 なんで、中井くん、久しぶりに VTR で激痩せということです。じゃあ、えー、ここからね、えー、フワふわっち大炎上ニュースやっていきたいと思います。おはようございますふわっち、えー、ニュースキャスターの、ほもりですあ、これ言ったわ。あかんか。忘れてた。えー、フワふわっち、 大炎上、ニュースですやっていきます。まず、一つ目のニュースから、え、さっきね、岸田総理が増税する予定っていう風に語ったじゃないですか。指示したみたいな。昨日、養分と一緒にパチンコってて、その後、焼肉屋行ったんですよ。そっから養分の口から、養分の枠から、隣にいたんで聞いてたんですけど、なんと、また とある配信者が、ふわっち配信者が、税務調査が入ったことを、えー、養分のところに、えー、相談が来たらしいです。誰かとは言えないらしいです。また、税務調査が入ったらしいです。いや、火薬さんが養分に相談するわけないじゃん。養分に相談したんだよ。 さん犬猿の,、ね、の仲なんだから。わかる誰かわかんない。教えてくんない。それはもう養分に聞いてよ。俺がまあ聞いても教えてくれなかったから、ちょっとわかんないですね。でも養分に相談するってことは、多分、相談するっていうのは大抵ね、俺の中で配信者でね、女の子が多いんだよ。 やっぱ独り身の女の子かそれかまあ男の人もいるかもしれないけどどうなんだろうね分かんないですね、まあ、とりあえずそういうことです言わないってことは言ってほしくないっていうふうに釘刺されて言わないんだと思うちょっとわかりませんはいじゃあ次いきます <laughs> えー、次がねあなんととある配信者がコロナに感染です女性の配信者その方はこの方ですえー、どれだっけ写真撮ったんだよえー、あこれかあれ 写真撮ったのに出てこないなあ,あこれかルンルンちゃんですええルンルンちゃんがコロナ感染しました体調が悪いってことでね病院で PCR 検査 PCR 検査を受けた結果、陽性だったらしいです。で現在仕事も行けないっていことで嘆いてました。で、今ね、コロナやばいんだよ、みんな。気をつけて。石川県でコロナね、えー、バジリスクっていう、とんでもないコロナがね、あの、日本にね、上陸したから。 えっとコロナのやつどれだっけバジリスクあれどこ行ったバジリスクあこれかバジリスク株、えー、初確認 新型コロナ、石川で新規感染者1370人、年代別最多40代で231人と。石川県でバジリスクというね、変異株の、えー、コロナが確認されたらしいです。で、ね、これはヘビの名前なんだけど、ヘビに似た症状、えー、の、なんか、症状が出るらしい。毒の。 蛇の苦しいらしいよだからみんなも気をつけてうんバジリスクガセネタいや Twitter 速報さんガセネタ言わないからはい大丈夫ですバジリスクタイムそのバジリスクじゃないっすでもコロナ流行ってるらしいからさ気をつけて あ俺は大丈夫だよ。だってホテルで、ね、いつも熱測るもん。あのね、フロントにあるんだよ、熱が。36度、6の熱,熱でしたから大丈夫です。俺ね、ほんとコロナにならないんだよ。PCR 検査めっちゃ受けてるけど、3回ぐらい。っていうことですね。でもね、俺多分コロナあったら多分死ぬと思うわ、予想だけど。 コロナったら死にます。たった3回たった3回だけど、1回1回が高いんだぞ、お前。もうコロナに濃厚接触者になったら、俺すぐ行ってさ、あの、夜間行くじゃん。2万円とかかかるからね。1万8000円とか。高いんだよ。困るよんと。 ということで、えー、とりあえずね、ルンルンちゃんがコロナか、えー、陽性ということらしいです。じゃあ次いきます。えー、次がね、あ、これか。あのー、ルイさんとエミリーちゃんが、ね、エミリーちゃんの実家に行って親に挨拶し,しに行った模様です。はーい。親に挨拶しに来ました。 えー、あ、ルイさんも本気なんじゃないかな親に挨拶するってことは。ね。いたということで、お母様にね、挨拶しに行きました。えー、え、えみたろうか。えみたろう。うん。えみたろうとルイさんがね、実家まで行って挨拶しに行ったということらしいです。ルイさんもね、結構女たらしでさ、中ブラリンな男だったけど、 腹決めてさ、親に挨拶して、結婚することまで考えてんじゃないルイさんも年齢がさ、年が年だからね。うん。年が年だから。だから、結婚すんじゃないもう、ルイさんは依存してると思う。エミタロウちゃんに。離れたら、もう、無理なそ感じになってると思うよ。 エビ太郎だけみたいな感じ年齢は30後半ぐらいじゃなかったっけあのね結構いってんだよ年齢おい聞いた時びっくりしたの30前半ぐらいかなと思ったけどなかなかいってるんだよってことで、まあ、とりあえずね仲つつましい放送枠となっていました 結婚するかもしれません。37。ええ。じゃあ次いきます。もう時間がないんでね。サクサクやっていくよ。次が来年から本気を出していく予定です。うーん。おならしてません。やめてください。閉したら言うから。あ、ちなみに、 また、配信者からタレコミがありました。はい。なんか、ありがとうございます、配信者の方。紹介しますね。和道さん、忘年会に向け,向けて、えー、着々と準備してました。こういうの見ると頑張ってほしいですね。えっとね、なんか LINE が来たんだよ。あの、名前は言えないけど。 気合い入れてね、なんか家の中を結構採掘してるらしいです。和尾さんが。はい。だから、もう気合い入れてね、名義変更と、そして家の中の、まあ、リフォームをね、頑張ってるらしいんでね。だから今年の忘年会は盛り上がりそうです。養分の話を聞くと、 しきちゃんと弁助太郎さんが鉢合わせるかもしれないって言ってたよ。今回の忘年会。いや、すごいこれは。もしそれが見れるなら俺は金払ってまでも見るよ。なぜすごいかっていうと、弁助さんとしきちゃんが裁判して戦ってるんだよ。でしきちゃんが勝って400万弁助さんが払ってるんだよ。もう終わった話だけどね。 ああ、だからそれがまさか会う可能性もあるからね。直接対決あるよ。え ?TikTok でえ ?TikTok で絡んでるのじゃあ、リアルでどうなるかちょっと見てみたいね。TikTok は知らなかった絡んでるの。配信映れないっしょいや、配信映れないっていうか、配信サイトは YouTube とか、 なんかツイキャスでやるらしいよ。フワッチはやれないと思う。あの、それを分かった上でやるから。ビッグドックね。まあ、楽しみです。メニューを作ってたよ。ご飯食べるのに。変なとこでさ、凝ってるよね。和道さんとか、宮城くんって。結構チューブラリーな人間なんだけど、和道さん、宮城くんね。 でも、こういう時は、本当に気合入れてさ、なんか、こ、細かいっていうか、すごい気合入れるよね。はい。ってことです。で、えー、来年から本気出していくという配信者が現,現れました。それがこれですね。多少遅れても大丈夫だから。うん。アイラさんです。 ちょっと知らない人もいると思うんですけど、ふわっち初代、億万長者の男です。多分、ふわっちで史上初の奥を行った男ですね。最初に。はい。アイラがね、来年から、ま、本気で全力でこじっていくということを宣言しました。だから来年から本気出していくらしいです。えだから、ま、イベントとかね、 すすごいいにななるんじゃないっすかね面白いのいや、これは俺は正直面白いって思ったことはないんだけど、リスじゃないよ。でも、やっぱ、何て言うの、女の子に人気というか、面白いって思って見る人が多い。女性専用チャンネルだね。うん。女性専用チャンネル。あ、でもあいらがなんかめくろうとしている、その、 放送はおもろいと思ったけどね。アイラが個人的に雑談してるのはあんま見ないかな。あの、面白くないというか、見たことがあんまないんだよ。揉めてることだけ以外。だから、面白いか面白くないかわかんないっす。面白いと思うし、思うかもしれないし、面白くか、面白くないかもしれないっていう。<laughs> なんでアイラだけ呼び捨てあ、じゃあアイラさん。これでいいアイラさん。 ふわっちで、イベントが少ない時だったかなその時に、最速で、多分一番乗りで、あの、一億円稼いだ男なんだよ。初代ふわっち王なんだよ。そのイベントだけで言うと。初代ふわっち王。うん、すごかったっていうね、話。おすすめ規制、もともとおすすめにない俺は、ゴミです。 すいません。じゃあ次いきます。次がね、あ、ミータソちゃんですね。うん。昨日ね、ちょっと話題にしたんですけど、ミータソちゃんの彼氏が家から出てい行ってくれないっていう部分。フワっ特派員さん、あの、記事を見たんですけどね。これは。どうやら彼氏さん出てったらしいです。はい。元彼らしいけど。 ですが、荷物を置いてね、出てったらしいから、また戻ってくるということらしいです。おいミータさんの元彼が彼氏さんよ荷物を置いてまた戻ってくるような、そういうやり方、めめしくて恥ずかしいと思わないのおい荷物全部持ってね、出て行けよ 怠けな,ない。お前が言うな俺は荷物全部持ってったよ、お前。俺はやりきった男だよ。で、この彼氏さんはやりきってないバカ。うん。普通さ、持って帰ってさ、もうきっぱり忘れる。だから、もうミータ・サチュアンのこと好きなんだろうね、きっとね。だから,跳ねられな、離られないんだろうね。 ほんとね、気持ち悪いなって思いました。都市いや、違う。都市じゃない。歳あ、歳も、まあ、付き合ってるけど、別に、あれは、出ていけって言われてないじゃん。ちなみに、俺も出ていけって言われてないからね、うん。家解約されただけだから。出ていけって言って出て行ったんじゃないんだよ。家解約されて出て行ったんだよ。これいあの、意味のニュアンスが全然違うからね。 っていうことですで次がこの恋愛の話の続きなんですけどこの方が幸せそうにツイートしてましたはい裏パラの方はねブロックされてないんでねこれですね 政治クレイジーパピオンさんの3時間前のツイート。おはよう、神戸昨日、彼女の家のインターホンを30回くらい押して、やっと家に入れてもらいました。今は仲良くやってますということで、みツちゃんと合流した模様です。はい。今、休止中の聖児さんですね。もう、みつちゃんに夢中です。 ストーカー、ストーカーまあでも家入れたんでしょストーカーかどうかって言われるとどうなんだろうまあストーカーか30回押してようやく入れてもらったんだからええみつちゃん優しいねイジはツナちゃんに似てるねちょっとねやっぱね配信やってると孤独があるからさ虚無感とかだから人に愛されるとちょっと依存しちゃう 配信者は。うん、切り捨てることができないね。はい。まあ、配信やらないっていうか休止中だから、まあ、どうなるかわからないけど。そういうことですね。初見です。いつ面白くなりますかなんだとお前この野郎。今面白いだろ、完全に。なめてんのいつ面白くなりますか 今が面白いだろ、これこれ、ミツちゃんが作った料理かなあー美味しそうなご飯だね、これね。目玉焼きと、ね。ウインナー、鮭、納豆、白ご飯と。作ったんだろうね、これね。いや、つまんない。じゃあ、ブロックでいいよ、お前。別に見なくていいじゃん。 つまんないなら。NG 入れとくね、お前。じゃあな。仕方ないよこれもうほんと。俺ね、つまらないってコメントはもう、無言で NG 入れてる。だってさ、つまんないでなんで見てるのって話じゃん。おめえのコメントの方がつまんねえよ。えツイキャスもね、つまんねえって書くやつ、ブロック入れてる。見に来るなって話だから。だから俺がわざわざね、NG 入れてさ、黙らしてるよ。 それはもう強制 NG だね。はい。本当に。強制 NG 入れてます。NG 入れてます。当たり前じゃんつまんないって言ってさ、見てるやつの心境がわかんない。徹底抗戦だよ、お前。つまるそれは NG じゃないです。 つまない。あ、それも NG じゃないです。こういうのはやっぱ天才的な、やっぱアンチだなと思うもん。そうつまんな、つまらないっていうのはブロック入れるっていう言ったじゃん。で、返しが、俺 NG 入れてないんだけど正直ねいや。つまらないって書いたやつも。入れてないんだけど、あのさ、つまらない、つ、つまるとかね。そういう返しできてるアンチは本当天才だと思う。花火やります。 で、それでまだつまらないって言い続けてるやつはセンスないなと思うもん。普通に。ダサいなって思います。はい。ああ、天才。こういうの頭がいいんだよ。あでもつまらないって言い続けるやついるじゃん。もう俺、アスペなのかなと思っちゃうね。やっぱ30分過ぎたからちょっと巻きでいきますね。 えー、次いきます。えー、次が、えー、とある配信者が企画頑張ってもアイテムが止まないと落ち込む。これはふわっち監視員さんの記事から抜粋です。どうやら企画頑張ってもアイテムが止まないということで落ち込みました。その人の名前はトム・ソウヤ・ケガミです。はい。ド,ドキ・シズカ、はい。その子が、まあ、イベント頑張った。なんか イベントというか企画を頑張ってもアイテムが飛ばないことを嘆いてますねその企画っていうのは多分トム・ソウヨ池上の名前を譲渡するという9時半からのね企画だと思うんですけどそれで頑張ったのにアイテム飛ばないってあの嘆いてますまあ正直言うけど頑張ってないよだって9時半から始まって 名前をあげますって言って、お前は家でふんぞり帰ってるんでしょそれ頑張ったって言わないからね、やっぱリスナーさんが頑張ってると思うのは、やっぱ散歩配信で、あの、要するに旅配信か、ね、どことこ目指していきますとかね、ああいうのは頑張ったって言うんだよね。家にふんぞり帰って、その企画やってもさ、あの、頑張ったって思わないよ。 あれこそつまらんけど、囲いからすると、偉い。ちゃんと歩いて偉い。あ、ちゃんとゴールして偉い。芯がって偉いってなるよ。で、あの、花火とか飛ぶよ。うん。実際俺飛んだんだから。前津くんとかいつつらも飛んでたじゃん。頑張ってるねって。ホテルでふんぞり帰ってる いや、俺は別に頑張っていないかってやれると、確かに頑張っていないように見えるかもしんない。でも、努力はしてるよ。ね毎日さ、ふわっちの起きたことをまとめて、こうやって記事にしてるわけじゃん。これどう、なんでこんなことが毎日できるか定時の放送12時で。それはリスナーさんのことが好きだからだよ。わかる リスナーのことが好きだから気持ちがあるからこうやって2年もやれてるんだよ気持ちで頑張ってないっていうのはま確かにリスナーさんの記事来たりとかねそういうのもあるかもしんないけど俺は頑張ってるって言わないうんリスナーさんを楽し,ませ楽しませるためにやってるだけだよ返すわ なので、ナイスください。リスナーさんのためにやってるんで。えー、ナイスお願いします。お金のためじゃない。えー、リスナーさんのためです。ナイスが欲しいですね。ダメですか。クロちゃん、ありがとう。だああ、りがとう、ナイス。うあるしい。4000人いて242。ナイス、ありがとう。うん ありがとうございます、ね。めちゃくちゃ美味しい。全然増えないわ。じゃあ今日はね、もう本タイトル入るんですけど、もう諦めてるんで、300ナイスでいいです。あ、300ナイス言ってるわ。じゃああの360ナイスでいいです、今日は。500ナイス集めません。今日の目標は360。教えてください。あ、増えたんでね。 じゃあ、まとめます。まとめるっていく。本タイトルいきます。えー、やっぱ500ナイス欲しいわ。えー、500ナイスくれませんか。4000人いてさ、それはないよ、マジで。なんで押してくれないの。300ナイスって、もうやってる意味がないよ、これ。 俺何ののためにやってると思うのリスナーの笑顔じゃないよナイスのために決まってるじゃんナイスが欲しいよ俺はここにナイスここにリスナーの笑顔だよねお金はだってお金はさイベント出てないんだから俺パチンコで稼げてるんだから金じゃないよ ナイスは金かでも。じゃ、金なな。うん。まあ、今後の金のためにね、欲しいから。あご <laughs> ありがとう。押してくれるの。結構押してくれたのね。ありがとうございます。じゃあ、えー、やりますね。え、とある配信者たちが書類送検されました。これも昨日話題になったんですけど、一人触れましたね。まず、えー、ベトナム人国籍のゴックさんが書類送検。 さらに追加であの配信者が書類送検されたというニュースになりましたそれがこれですもうあのテレビにもなったからねみんなちなみにツイッターで上がってるけどテレビにこれですね女が販売したものと同じゼリー製品痩せるゼリー未承認の医薬品 えー、北九州市、えー、福岡市内、えー、福岡県内の30代の女はいこれゴックさんじゃなくて、えー、しきちゃんだと思われますこれテレビになったよテレビニュースになったテレビになった日本語あそっちどうでもいいよテレ,ビになったったテレビになったってことはテレビになったって伝わるだろうテレビになったっておかしいちょっと日本語俺。 テレビになったらおかしくないよねテレビになったよこれおかしい、ちょっと。おかしいか、日本語。おかしいか。テレビになったよニュースになったよの方がいいのかうん。テレビになったよって、おかしいかなおかしくなくないテレビになったよ、合ってるでしょういや、もういいやこの不毛の話は。はい。 で、こういうふうになったと。で、えー、さらに、まあ、ニュースにもなりました。これ、こと細かく書いてるんでね、読み上げます。朗 <laughs> 読マスターのパルパル読み上げます。国内で承認されていない成分が入ったゼリーを無許可で販売したとして、 福岡県警は7日、えー、福岡県古、えー、賀市の女39を医薬品医療機器法違反、無許可販売の疑いで書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。女はそのような成分が入ってるとは知らなかった。という趣旨の説明をし、容疑を否認しているという。県警は、えー、どう補充、あ、噛んじゃった。 宝上の疑いでベトナム国籍の女35も書類送検した。捜査関係者によると、女は日本では承認されていない医療薬品分、シブトラミンを含むデキトレシンレッドゼリーをベトナム国籍の女から仕入れ、今年3、4ヶ月痩せるなどといった、えー、歌い、福岡県内の女性ら3人に、K 八箱、百二十本、計、えー、約計三万四千円を無許可で販売した疑い。いい感じに読み上げてるよ。ねいい感じした疑いがある。女は昨年十二月から今年四月にかけて、ツイッターやライブ配信アプリを使って営業。 32都道府県の約100人に販売し、約300万を売り上げていた。購入した約30人の女性が、頭痛や吐き気、動悸、めまいの喉の渇き、息切れなどの健康被害を訴えたが、女はダイエットだから仕方ない、みんな同じ症状、などと説明したという、ことです。 そんな感じで、まあライブ配信アプリって言っちゃってるんで、このしきちゃんとごっくさんで間違いないです。ええー、もう確定です、こんなのは。まあ、渋トラミ入ってないってあの知らなかったらしいから、ね。多分本当に知らなかったんだと思うよ。書類送検って基礎じゃん、これ。 え書類送検で起訴みたいなもんでしょってことはこう99、99%有罪になるのかなどうなの書類送検は。書類送検で起訴にならないのあ、不起訴もあるんだ。書類送検っていうことはさか、軽めの罰則ってことでしょ軽めの。うん。 書類送検って別に、そいつを、身元を確保しなくても大丈夫みたいな感じでしょもう軽い、軽い中の軽いでしょ、これ。うん、だから実刑はないと思うよ。起訴もされないんじゃないはいで。ちなみに、福岡隆さんが昨日ね、放送をやって説明していたということがね、内容は、 どうやらね、もう家にね警察官が来てゴックさんの書類とか全て持ってったらしい。かしさんは2人を助けようと思って自分の会社で自分が指示したって言おうとしたらしいんだってでも全然自分に目もくれずにゴックさんの資料とかそういうのを持ってって出てったらしい。身代わりになろうとしたんだけどダメだったってことらしいです。 いい男気があるなって、かっこいいなって。自分はもう前科あるから、軟骨強がいいけど、つけたくなかったっていう風に言ってたよ。ええー。じゃあ、高志にかけます、ちょっと。福岡高志に。いい男じゃないええー、もう、もう一かから連絡来たけど、 これ自民党の奴らの給料は上げるらしいよって。え自民党の給料上がるのこれ。ふざけるんじゃないよもうこれからは山本太郎押します。こわかんないけどね。萌えかからのラインだから。なめてるだろ、そんなの。やばくないそんな給料上げるとか。 あ,ありがとう、サナビ。ありがとう、W さん。高橋いんです。あ、ちなみに、俺、あの、ゴックさんに DM 送ったんだよ。DM 探すの良くないから、口頭で言うけど、ゴックさん、大丈夫ですかって送ったら、ゴックさんがね、DM 来て、大丈夫、あの、いろいろ忙しいけど、落ち着いたらコラボしましょうって来たのよで。俺は、無実って、あの、信じてますって送ったの。そしたら、ありがとう、あの、 嬉しいそれは」って言ってくれた無実だってあの主張してるだから極さんもあの無実って言ってるから多分何かの陰謀論に巻き込まれた可能性があるうんゴックさん大丈夫かなよし陰謀論だからゼリー関連の 黒幕がゴックさんに罪をなすりつけた可能性あるんでええ予想だけどまあどうでもいいか高志に電話します出るか分かんないけど <noise> 福岡高志さんに今出れしてのりいらっしゃいのりこペニーさんでエッチしたって ねえ奥さんでやりたいっていうのはないね気持ち的にうんあ高志さんおはようございますあおはようございますごめんなしつこく電話しちゃってあ,あてか出てくると思わなかった出ないと思ってたあいえい,いえい,いえありがとうございますいろいろあのー、ええー ゴックのことをなんかあのいろいろいい考えてくださってくありがとうございますいや俺ね、ゴックさんが無実だって信じてます。昨日ゴックさんに DM でも送って、はい、無実だと思ってるって送ったんですよ。はい。でね、これ、はい、見たんですよね、フワチ監視員さんの記事で送って、はい、無実だと思ってるって送ったんですよ。はい。でね、これ。 見たんですよね、フワチ関心さんの記事をね。はい。なんかたかしさんが身代わりになろうとしたって話聞きました。<laughs> あのなんか警察が家に来て資料をゴックさんのやつを漁ったらしいじゃない。ももう持ってったというか。そうそう,そうそう。あのパーティーでえっと、行っててその朝帰ってきたらもう警察とかいっぱいいたんですよね。 でまあ令、あのー、状を見せられて「いやこういう件で、あのー、ゴックさんを調べてます」って言っておうおうえゴックさんに令状が来たんだあ,あそうですそうです隆さんは来てないんだああ来てないですねでやられたってことでほ本来高橋さんが罪をなんかぶる感じでやろうとしてたんですよねだから自分の会社で自分が指示したっていうことを言えば、はい 自分は自分が,前がそ,れはそれをかばいたくてやろうとしたっていうのを聞いたらこれ本当,です本当だったってことですねじゃあ。ああ、はい、まあ四きちゃんもそれは、うん、まああ,の、まあ、ありがたいけど、うん、話が、まあ、ややこしくもなるから話もなんかややこしくなって調べも、うん、長引いてしまうからそれはやめてくれって言われて。 あ、そうなんですね。はい。でね。でまあ、ええー。いちゃんまあ、一応、まあ、いけちゃんにも相談はしてたんですよね。そう,うあ、そうなんですね。はい。で、俺ね、極さんは、まあ、無罪って信じてるんですよ。あ。で、黒木がいるんじゃないかなと思ってて。まあ、<laughs> ええー。隆さんじゃないですよね。<や>ええー。ああ、よかった。あのー、はい、あの、極さんも無罪だって言ってるから、 <あ>はい、無罪なんだと思ってはい、まあ、えでも書類送検ってどうなんですか軽い法なんですか、まあ、書類送検って言ったら、はい、結局まああの起訴するか不起訴にするのかええまああのまあ起訴にしても、まあ、略式なのかっていうそういう感じじゃないですかねあそうなんですねじゃあ別に罰金で済むぐらいになるってことですかそうですね、まあ、罰金でも、まあ、うん、あのまあ 有有罪には変わりないからですね。ねあ,あ、ゴキさんは真っ白。はい、前科はないってことですか。あ、ないですよ。はい、うわー、じゃ、これし、しんどいね、これね。はい、だから、まあ、うん、あの、前科をつけないように、まあ、ちょっと頑張ってるんですけどね、うん。弁護士に頼んでってことですね。いや、まあ、あの、まあ、弁護士は、まあ、一、えー、入れてないんですよ。あ、そうなんですか。はい。はい。そうなんですよ。はい。 弁護士入れた方がいいですだってこれ無罪に変わる可能性ありますからねそうですよねうんまあそれはあのまる,まる子さんがなんかあのいろいろ言うとあ動いてくれてるんです優しいわ僕はあのやりますんで、うんまあ、まる子さんもお得意のある方であまあまあ確かにやってくれるかもしれないですね、はい、そこはま,まる子さんがやるっていうなら、はい しさんはちなみにえ<っ>、まあ、今ックスさんんと一緒にいるんですかあ今はですねえっと、うん、もう昨日はなんかニュースとかでいろいろ出てきたので、うん、あの現状確認であの帰ってきましたねあそうなんですねじゃあ今いるんですねじゃあコックスさんと一緒にあ今はいないですえ帰ってきたっていうと何違う上に帰ってきたってことですか あのックの家に帰ってきて、うん、で、まあ、とりあえずまあ、僕朝まで作業してたのであックははい剣を送ってすんっぱい行ってますねんゴックはそのまま朝剣を送って、うん、そのままどっか出かけてますあそうなんだじゃあ家には一緒にいるんですね、はい、その状態としてあの、帰ってくるみたいなそうです、ね、帰ってきたら一緒に行ってくる あそうなんですねまあいろいろ大変だと思うんですけど、はい、そのしさんが男気でねそういうふうに罪をかぶろうとした話、はい、感動しました本当にあえ <laughs> またなんかあの、はい、まあ俺は何もできない男ですけど <laughs>、まあ、また電話するかもしれないんでその時よ,よろしくお願いします、はい、あよろしくお願いしますありがとうございますいやこちら有安さんとちなみにパーティーは俺も参加できるんですかね 参加してできますよ。はいいくらかかるんですそのパーティーは？あもうえっとああんまりまあそんなにかからないですね。費用をみんな分わかりました。ありがとうございます。高橋さん。またよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。失礼します。はい。失礼します。失礼。はい。 いや、隆史さんのパーティーっていうの、なんか面白くて <laughs>。うーん。いや、パーティー面白いじゃん。かしさんのパーティー、あの、福岡かしさんのパーティーは、みんなが思ってるパーティーじゃないと思う。でもなんか、まるこさんが裏で動いてくれてるらしいね。状態として。でもね <laughs>、ちょっと笑っちゃったのが、あのー、なんだっけな。 マージャン撃ってる時に、確かね、なんか弁護士さんに相談して、なんかゼリーの被害者の人たち集めて、これお金取れますよねって、なんか電話してた、ね、よ。悪子さん。普通に。もし四ちゃん行っちゃうかみたいな感じで。うん。言ってたからね。だから、ワンジャン敵かもしれないよ、しさん。えな、ー、わか,かんない、これ。 味方にもなるし、敵にもなるかな。マージン打ってる時に、なんか電話してた。どっちが、どっちのがいいかな、パルちゃんって言われて。味方になった方がいいのかな、それでも敵になった方がいいのかな、みたいな話してた。確かそれはしきちゃんの話だった気がする。うん。わかんねえだから。じゃ裏切りと今は多分味方になろうってなってんじゃな親身になって。ライラーゲームです。 でもこれ放送で言ってた気がする。確か。口が軽い豚。別に言うなって言われてないもん。別に言っていいでしょ。気まぐれだからね。だから、わかんない、それは。やるのかどうかもわかんないし。っていうことですね。はい、ということで今日のふわっち大変上ニュースでした。ありがとうございます。1時間経ったわ。 よかったー。1時間できて。あのね、12時半までって言ったのは保険でした。ええー、ぶっちゃけ、1時間やれるか自信なかった今日。ええー、予定もなかったんですけど。ああファンタスティック誰ええー、う嘘ーあの、名前はちょっと伏せとくね、これ。 もうイニシャル D イニシャルの生むださんどこありがとうでも女の子ありがとうございます君が君が今日のアラブ席をたいやつ今夜は君がトップワン君がいなきゃやっていけないキキキンキンキンキキンキンウルタラダンチキハネス論破ってるんですよ目の方向が違うのははい ええー、五十回、ありがとう。すいません。これ、えー、あ。そう、ありがとうございます。いいんですか、これもらって、こんな。なんでくれたんだろう。初めてフォローされてない人から。もらったわ。え、なんで。ええー。ありがとうございます。ダイハツ担当っていうね、掛け声があったんで。 それをダイハツになっただけ。名残です。まあ、そんな感じで今日のふわっち大炎上ニュースでした。じゃ、まとめます。ふわっち大炎上ニュース。まとめ、うん、ええー、あ、その前にナイスね。えー、650人。あと32人。お願いします。え、50個。高橋さんいいのに。マジで。ありがとう。 えーたかしさん、むしろ俺が上げなきゃいけないのに。ありがとうございます、たかしさんいや。俺が上げなきゃいけない。だってニュースでね、まだ出てくれて、テレビでやってくれたんだから。テレビというか、この俺の放送出てくれたんだから。もう、逆に投げてもらっちゃって、ほんとすいません。あの、パーティーって噂のパーティー、ちょっと気になるんでね、もし近くに行ったとき、ちょっと連絡します。 えー、パ、パーティー。ありがとうございます。じゃあ、まとめます。ふわっち大炎上ニュース。まとめうん。しきちゃん、えー、あ、まあ。しきちゃん、ゴックさん、書類送検書類送検。とりあえず、ゴックさんは書類送検されたことが判明。そして、その続きで、 えー、ニュースの記事で、えー、ライブ配信アプリで、えー、30代の女というワードが出ました。書類送検。もう一人の女性の。それがしきちゃんではないかと言われています。で、えー、養分から、えー、情報で、また配信者に税務調査が入った模様。はい、入ったらしいです。ルンルンちゃんコロナ陽性。えー、 エミリタンなんだっけ、名前。ちょっと忘れした。ルイさんのなんだっけエミリタンじゃないな。エリタンえ、ちょっと忘れた、マジで。ど忘れしてる。なんだっけエミタロウだそれだうん。ルイさんとエミタロウちゃんが、えー、エミタロウちゃんの実家に行って、親に挨拶する。結婚間近か,か,かもしれないです。結婚間近。えー、ふわっち関心んの記事にて、 企画頑張ってもアイテムが飛ばないと、えー、トムソーヤキがミが落ち込みました。はい、えー、アイラ、来年から本気出していく予定。本気出していく予定らしいです。ミータサちゃんの、えー、彼氏か元彼、家にね、ずっと居座ってたんですけど、出て行った模様。しかし、荷物を置いて出て行ったので、また戻ってくる可能性があるということらしいです。で、セイジさん。 えー、みつちゃんの家に行きまして、30回ぐらいインターホンをして、ようやく家に入れてもらって、今仲良くやってるとツイート。仲良くやってるらしいです。ということで、今日のふわっち大炎状、ニュースされさーファンタ来た嘘、うそ見てなかった。あー、ケンさんありがとうございます。ドンチキン キキンキンキン、キけンんけンんけんけんけん。ハイパーミラクルウルトラドンチキ。ありがとうございますすいません。えー、中山健さんからいただきました。ありがとうございます。じゃあ終わります。ありがとうございました。この後、パチンコ配信やるんで、よかったら来てください。やばい、異常な乾き、口が。なんだろう。このベロの下が乾くんだよ。 だから、なんなのこのベロの下。喉は乾いてないんだよ。ベロの下がすごく、なんかもう、乾いてる。うん。ベロの下で喉じゃないからね。やばいかなこれ。大丈夫 じゃあ今日の曲はこれにするか。